バシュッ、なんか、ほっ、あーはは、食われた。泳げる、あ、泳げるんだ、シャコ。おー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 、俺の海だわ、ここ。やばい、ビジュアルやばくなってきてる。やべえ、こんなん水の中で出会ったらもう、俺死ぬわ、切腹するわ、こんなん出会ったら。目バグってね、怖すぎ。目いかれてる、ちょっと。目大丈夫か、お前。はい、こんにちはくんです。今日は、この丸飲み魚を使ってやっていきます。この丸飲みが得意な魚なんですよ。丸飲みが得意なフレンズで、普通の、まあ、ユニットより、ユニットっておかしいな。普通のキャラより、なんだこれ、ダメージがめっちゃこれ悪いな。ダメージめっちゃ低いわ。その代わり。見ててもわかるけど。見て、この噛みつくのがめっちゃ遅い。あ、これあれか、これ。見て見て、あの、またメーター溜まる系なんだ、これ。めっちゃ弱いぞ、めっちゃ弱いぞ、これ。丸飲みするありきだね。これ丸飲みありきの動きしないとこれダメだわ。あ、やった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 。よしよしよし。解体しよう解体しようぜ。乗ってくなってお前の好きなところに。俺も食うんだから。持ってってやろうかな、こいつ。こいつあげたくないから。持ってこ。どけー、ついてくんな、ついてくんな。これ俺のだ、もうこれ。よーし、オッケー。この辺全部丸飲みできんじゃね？ほら、丸飲みできる、この辺。丸飲み魚結構強いんじゃない？これ。目指せ、あれだな。ホウジロザイ丸飲みだな、これ。多分。敵からしてみたら相当うざかったけど。これなんかさ、雑魚魚の時すげえこれ飲み込まれてた気がするわ、これ。思い出した。くれくれ。くださーい。これ、ふざけた外見してんな、こいつも。なんだお前。食んじゃねえよ、お前、ほら。これさすがにこれは飲めねえか。おいおい、ちょ、やめなやめな、痛い。逃げよ。チビ魚専門って感じだな、このキャラは。レベルもう7だな、あっという間に。割と、レベル上げは早いかもしんないね。やりますね。パクー。パクー。やべ、超地味。てか、レベルアップ。うわ、やべやべ、法事の先輩いる、あそこ。逃げよ。これ殺せねえかな。飲めると思うんだよな、多分。お、飲めた飲めた、レベルアップ。飲む。お、飲めた。すげえな。大抵の魚もう飲めるぞ。あ、すいません。ちょっと通りますよ。あ、上のあれ欲しい。上のあれ欲しい。ちょっと、これも飲める。あ、飲める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 。やべ。これ食えるんだ、そのまま。むしゃつくね。むしゃつくの。戦うの向いてないよね、でも。戦いは向いてなさそう。カニたち殺せねえかな。なんかカニがいつもここ、群れ作って！やばい。危ねえ。なんとかカニにヘイト向けたな。すー。逃げてうぜえな、こいつら。よし、飲んだ。あ、これ全部まとめ食い。まとめ食い美味しいね。むしゃむしゃ。あれなのかな、もしかして、まとめ食いするとこれ、アビリティだけどこれ、経験値上がんのかな、これ。お、やばい、先輩こっち見てる、微妙に。めんどくさー、あいつ。また丸飲みボーナス微妙にありそうだな、これ。丸飲みの方がなんか経験値が多い気がする。ちょっとだけ。いった！は？なんなんだよ、一体。今のは。全然、法事の先輩の場所入ってなかったじゃん、今だって。まあ、交通事故みたいなものということで、諦めましょう。ちょっと、法事の先輩の残した残飯を食らいます。法事の先輩殺した直後の魚食おうぜ。どうせならもう、太く生きよう。法事の先輩ほら、やってくださいよ。あの辺の魚。生意気ですよ。まあ、先輩こっちはないっす。なんでやん、全然やんねえんだ、あいつ。殺せよ、その目の前の魚をよ。なんか、おとなしくなってる。俺を殺したことでおとなしくなりやがったのか。ムカつくことだな。おー、戦ってる。バスとカジキが。とりあえずもらってきますね、これ。戦え、お前ら。潰し合え。俺は漁夫の利をもらうぜ。どっちが勝つんだろうね、この戦い。ちょっともらってきますね、横から。すいません。もーらい。さよなら。とっととレベル上げたい。おー、お前、泳ぐの、お前。嘘、浮遊するんだ、殺すけど。あ、やばい。やばい。狩りしてらっしゃるから逃げよう。あほーん、パス。お、いいね。飲みまくり。飲みまくり、食いまくり。肉食いやすいな、めちゃくちゃ。肉食うのがめっちゃ早い。残飯拾い専門家って感じだな、これ。残飯拾いのプロフェッショナル。待って、あ、弱い者いじめしてる。俺は救済するから、こう弱い者いじめやってる、この魚。ごめん、お前を食うわ。弱いものを食うのはごめん、自然の常だから。悪いな。もうレベル20だよ。早いな。え、丸飲みしようとしてる。ごめん、もらっとくわ。お前も飲むわ。
仲間も飲むことによってこのカニバリズムの効果あるから、ちょ食わせろ。おーい、やったぜ。サメ食いたいよな。サメ、サメ丸飲みにできたら超うまい。やばいやばい、やばくない？あぶね、古代魚に目つけられるとこだったわ。フーグくん殺した。あ、またカニバリズムこれ。あ、こいつもし湧く場所決まってんだっけこれ。永久食いできるやつかこれ。ちょっと待って、永久食いスポットどこだっけ。ここら辺か、確か。あったあった。よし、永久食いスポット行けるぞ。ちょっと待って。あ、あったあった。この辺か。あれ？ここのクノット。あ、湧いてる。ちょっと、ホウチロ先輩怖いな。ちょっと離れるわ、一回これ。先輩いるから離れてきました。本当は無限レベルアップコースになったけど、今。ちょっとこのもう細魚じゃ物足りなくなってきてるよね、だんだん。これ草食動物って呼んでるけど、こいつ微妙に攻撃してきたりすることあるからね。自分からは攻撃してこないけど、こいつ。弱いものにはなんか強気みたいな。まあでも、キリンとかも殺すらしいからね。普通にキリンってなんかライオンとか蹴って蹴り殺したりするらしいよ。むしゃむしゃ。でかくなったなぁ。なんか魚って外見してるね。もう、ザ・魚って外見してる。あ、このハンマーヘッドシャーク食えんじゃね？お、食えた！ハンマーヘッドシャーク！へぇ、ハンマーヘッドシャークも丸飲みできるんだ。相当でかくなったな、でも。サメも丸飲みできんじゃね？サメ丸飲み挑戦してみるか。いたいたいた。おーい。丸飲みしていいか、サメ。サメとのサイズ比これだからな。あ、丸飲みしていい！食っていいんだ。わかりました、食べます。おーい、こっちだぞー。サメ逃げてる。くっそ逃げとる、くっそ逃げとる。これだからな、退避。爆？あ、食っちゃった。余裕で爆つきました。古代魚はちょっとやりすぎかな、さすがに。古代魚はいけないから。でも古代魚もサイズ的にはいけなさそうじゃないと思うんだよね。古代魚ちょっと試してみる。あ、古代魚食えた！むしゃむしゃむしゃって言った、今。古代魚食おうぜ。おお、お、古代魚、おい、ちょっと待って、これ食べ放題。これ寿司三昧だ、ここ。あ、寿司三昧じゃなかった。ごめん。三昧できなかった。寿司三昧できんかなと思ったけど、ほぼもう食えない魚はいなくなりました、これで。でもちょっとサイズ感がちょっと足んないから、これ多分ね。さすがに、ホウジロ先輩丸飲みは厳しいから、ホウジロ先輩丸飲みまで70レベルぐらいまでちょっと上げないと厳しいね、これは。ただ、丸飲みが結構容易だから、まあ、レベルはすぐ上がると思うんですよね。とりあえず、サメ殺しコースかね。ここだな。うわぁ、サメ丸飲み。大丈夫、消化器、胃とか大丈夫これ。胃腸おかしくなると思う。こんなん殺してたら。古代魚もいなくなっちゃったなぁ。丸飲みしすぎたか。生態系破壊してる俺もしかして。生態系破壊、でもこんな丸飲みする魚いたら、天敵いなかったら、もうほんと生態系ぶっ壊れるよな、こんな状況になったら。このぐらいのレベルが一番なんかドヤ顔できるわ。なんかでかくなりすぎてさ、この前のさ、ウツボみたいになっちゃうとさ、どうしようもできなくなるからな、サイズ的に。動けなくなるから、このぐらいのサイズが一番なんかベストって感じなんですよ。進化の生き残る上ではなんかこのサイズがベストみたいな。あ、これは丸飲みできねえ。これ無理だ。まだ。まだ早い。丸飲みにはまだ早かった。今ちょっとね、遠くから見たけどね、かなり厳しいね、これ丸飲みするには。はい、ということでね、レベル110まで上げました。なんかでも、あ、すげえ、でかいな。でかいですね。行くか。いや、飲めねえんじゃねえかな。飲めねえんじゃねえかなと思うけど、ちょっと、挑戦、チャレンジ、飲ませてくれ。頼む。頼む、飲ませて。飲ませて。飲ませてって。やばい、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 飲めない、飲めない、飲めない。あの、向こう行きます。すいません、すいません。一回解散しましょう。ちょっと、出直してくるんで、僕。一回解散で。解散でいいっすか？いいっすね。解散ってことでいいっすか？よーしよし。解散したぜー。いや、まだレベル上げ足らんかったみたいやね。これ、レベル200ぐらいまでないと無理なんじゃないかなっていう、気がしてまいりました。すげえな、これ。もう、死ぬぞ、こんなの。人間、うわぁ！マジでって感じ。お、もしかしてこれ。じゃ、無限レベル上げするか。ワンチャン。あ、来た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 。無限レベル上げポジ来た。オッケー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 来て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 る。これでホウジロ先輩に挑もう。これ、完全カニバリズムだけどね。無限カニバリズム来てる、これ。これ、共食いだから、ちなみに共食いだから、これ。あの、やってることは。同じ魚食ってるから、サイズ的に同じ種類には見えないけど、ほら、見てこれ。ほら、同じ種類には見えないけど、同じ魚食ってるから、これ。まさか自分を利用するとはって感じだね。自分の種族を利用してレベル上げて、それでホウジロ先輩に挑むっていう、こう、生贄を捧げてるような感じだよ。
いや、もういいんじゃないかな。いや、でも念には念を入れて200レベルまで上げよう。こんな魚いたらもう、何人前切り身ができんだよ、これ。まずそうだよね、こんな魚って。よし、そろそろ食い行くか。おい、ホウジロどこだ？飲みに来ましたー。うーっす。どうもー。あ、飲めます？あ、飲めた食ってる食ってる。食っちゃった。ホウジロ丸飲み計画始動。ちょっとこれ丸飲みの規模でかくないですか？レベルアップ、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 もう基本レベルアップです、これ。レベルアップし続けてます。これやばいね、これ。これ絵面最高だな、これ。しばらく放置しまーす。すごいね。なんかレベルアップのスピードが普通じゃない気がするんだけど。だってさ、5000XP ももらってなかったと思うんだよね。確か 3000XP だったと思うんだよ。だからこのお魚多分、丸飲みが多分経験値すごい高いんだよ。おそらくだけど。レベル1000が確かこれ限界値だから、ちょっと限界まで行きましょう。ただ、この前は、やってる最中に魚消えたのよ。いや、これ意味わかんないでしょ。魚消えたの。なんだっけ。800レベルぐらいに差し掛かった時に魚が消えたんです。まあ、詳細は動画でご覧ください。なんかおかしなことになってんの、ちょっと、おかしい、ちょっと待って。なんか、サイズ感がおかしい。丸飲みできなくなってる。邪魔。うわー、やめてくれ！ちょっと一回これさ、なんとかしないでこれ。どこだ枠の。ここか。この辺か。おい、丸飲みさせてくれよ。ガコガコなってて丸飲みできねえんだよ。またこれ消えるコースじゃねえのこれまた。うおー、地球を飲め。海を丸飲みにしろ。ちょっと丸飲みできるエリアに。よし、オッケー。よし。ちょっと余裕できたね。これで、魚の位置も。もうやばいね、これ。嘘だろ？は？射出されたんだが！おーい！¡Puerto Rican!